ジャンヌ2世は、フランスのオーベルニュジョハク及び、ブローニュジョハク。フランスをシャルル5世の弟ベリー以降、ジャン1世の5歳となった、ジャンヌドブローニュの呼び名で知られた。オーベルニュハクジャン2世とその妻アリエノールド・コマンジュの間に、一人娘として生まれた。母は、ラテン帝国皇帝ピエール2世ド・クルトネーの末裔である。1389年6月5日に、 リオンにおいて38歳年上のベリーを、ジャン1世と結婚した。ジャン1世はオーベルニュ公領を文法領として所有しており、ジャンヌとも隕石関係にあった。ジャン1世の父であるフランス王ジャン2世の5歳が、ジャンヌの同族の樹脂母であるオーベルニュ女白ジャンル1世だったためである。年月日、当時まだ歳のジャンヌは、 燃える人の舞踏会で起きた火災事故において夫の甥いにあたるシャルル六世の命を救ったことで知られる。この仮想舞踏会は王妃イザボード・バビエールが主催したもので、シャルル六世は五人の貴族と共に森の野蛮人に噴して登場した。シャルル六世がジャンヌのところへ挨拶に来た直後、王帝のオルレアンコールイが誤って野蛮人に噴した人々の燃えやすい衣装に火をつけてしまった。 ジャンヌはとっさに、シャルル6世を自分のスカートで、くるみ、王に火が燃え移るのを防いだ。この事故で4人が焼死し、シャルル6世は命は助かったものの、精神的ショックから持病の精神疾患を急速に悪化させた。1404年、父の死に伴い、オーベルニュとブローニュの白漁を相続した。1416年にベリー公と死別し、間もなく、 ギーヌハクジョルジュ・ドラ・トレモイユと再婚した。どちらの夫との間にも子供を設けることなく、1424年に死去した。下両は同族のジュシュクボで、ラトゥール両主夫人のマリー一世に相続された。ありがとうございます。